私も行くよ。離れるな。この斧とどまれ。行け坂井、左を奪え。私も行くよ。離れるな。この王のとどまれ。行け坂井、ヒアリを奪え。承知した。これ以上できることはないね。では皆のことへ。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば、死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたから。志村さんじゃないよ。始まったばかりだがな。Yeah!
は開けた。押し進め。何か妙です。行かせた。あれじゃ犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。蒙古は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前もけだものになるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。強くいたしませんか。長尾忠頼様も羨む弓です。少しでもお役に立てたでしょうか。
は私にお任せください。太刀のことならお任せください。酒井様、志村様の下旨で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ、わかってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いでトリカブトを集めた。足りそう。これで何とかしよう。ヤグラに行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば、矢倉から敵陣を探りたい。
そ。すべて倒した。毒を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。朝衆だ。竜蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で、火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば、庭を抜けた方がよいな。宴に潜り込み、酒に毒を入れる。酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。하루
ち払おう。酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。待つとするか。いねっぱしたとか。ジン。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンに着いたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。ほどの友はいなかった。下れ。そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。その後には危険。ドクとはな、おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。なぜ寝返った。
さらばだ、竜蔵。そうか。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だが、まことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじうえ、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁。将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。何用で参った。志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんな。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、
何をしておる。見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。アシラにはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か。あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しよ、おじよ。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。焼けた袋の匂いがしなくなったな。クロード、モーコは言った。そう、殺し方が無力で人じゃないみたい。クロード様では。頼む、声を上げるな。この先の柵に抜け穴があります。通り抜けられましょう。助かった。私らはあなた様の味方です。守りきれ進まなかった。
ユナ。安らかに眠れ。焼け野原ではないか。きっとユナは生きておる。ユナはご神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進む。風が来そうだ。早くユナを見つけよう。ネギオンハシンタ、ウエ。Törnig Jagharsan! Sundu hella og dobuli! ユナはおらぬな。だがこの者ら、ひとところに集められたのか。血だ。傷はないな。
なぜ死んだ？口の周りに血を。この匂い、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。ムッコス、バルタルディ。ユナ、お主か。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。